はい、どうもぬいさんぽでございます。皆さんご機嫌いかがでしょうか。というわけでね、本編始める前にちょっとね、いろいろ言いたいことあるんですけど、いいっすか。僕がね、試合の動画上げたら絶対に一つは来てるこのコメント、15は15と読みます。50じゃないですよ。その読み方だと50になっちゃいます。いや、分かっとるわ。こちとらちゃんと中学までは義務教育受けとんねん。言うてるつもりやから。早口で言うたらね、そうなるだけで分かってますから。はい。あとね、ほんまにこれも腹立つ。それガットじゃなくてストリングですよ。違いもわからないんですか。いや、お前の内臓引きずり出してガットにしたろか。いや、もう何でもいいから。やっぱビールはうまいな。いや、お前それ発泡酒だからビールじゃないから。って言われたらどう思う？ほっときやって思わへん。それレベルやで。もうね、ちゃんと分かってますから。はい。分かってます。まあそんなわけでね、そろそろ本題行きましょうか。今回はね、ネットプレイヤー改造計画第1弾、サービスダッシュ編ということで、サービスダッシュで気をつけるべきポイントについて解説していきたいと思います。基本シングルスのサービスダッシュについて解説していきますけど、プレイの幅を広げる意味でも、ダブルスでの応用においてもプラスになると思うので、ぜひね、皆さん最後までご視聴いただければと思います。それでは早速本編やっていきましょう。どうぞ。はい、それではね、早速やっていきたいと思うんですけど、まあね、サービスダッシュ縛りとかの試合やってみて一つ思ったことは、めちゃくちゃしんどい。なのでネットプレイをベースにすると体力的にしんどいと思うんで、ネットプレイはね、あくまでも変化をつけて相手のメンタルを削るプレイとして、まあ混ぜていくっていう感じで取り入れてもらうのが一番いいと思いますね。で、まあこれからね、僕のサービスダッシュのプレイ見てもらって、いろいろとこれはいいやら、あれはあかんやら言うていこうと思うんですけど、ちょっとね、これだけは分かっててもらいたいんですけど、まずはネットプレイは瞬発力とかの身体能力で左右されるもんじゃなくて、まあ、根拠に基づいてやるプレイですね。なのでもちろんね、身体能力は大事な要素の一つではあるんですけど、瞬間的に、まあ、こっちに動くとかの決断力と、前回このコースに打ってきたとかの、まあ、データとして俯瞰的に試合を見る力の方が重要かと思います。なんで、まあ、身体能力に自信がないからといってネットプレーを諦めるのは早すぎる。むしろね、筋肉バキバキでクソ足速そうでも飲食店入って最後まで注文悩んでるような人の方が向いてないと思うんで、まあ、注文さえね早ければ大丈夫です。その点踏まえて、これからシングルスサービスダッシュのポイントについて話していきます。それではシングルスサービスダッシュのポイント、その1、打った方向による。これね、ボレーの動きとしては当たり前の話なんですけど、意外にできてない人多い。もちろんね、ダブルスでもなんですけど、特に守備範囲が一気に広がる、まあ、シングルスでは全体守ろうとしてさらにできてない人多いんですね。で、このね、ちょっとフリップ見てもらいたいんですけど、これがね、一応お手本みたいな形です。サーブ打ちます。で、バックのストレートボレーでしっかり寄ってアングルに決める。打った方向によるっていうことがすごく重要になってくるので、もう一回ちょっと見ていただきましょう。サーブ打つ、リターンがバックに返ってくる、ストレートボレー、そのまま残って最後アングルで決める。そして続いて見ていただきたいと思うんですけど、次はね、サーブ打ってリターン返ってくる、これクロスボレー、そして決めていく。結果的には良かったんですけど、もう一個ちょっと見ていただきたいと思います。次はサーブ打ってリターン返ってくる、バックにクロスボレーでストレートアウトですね。まあ、ポイントは取りましたけど落ち着いてないんですよね。要するにクロスボレーするときは結構自分が動かないといけない。このポイントもギリギリでクロスにボレーしてもう結果追いついてないですよね。今のポイントもう一回見ていただきます。サーブ打って、まあ、ギリギリでバックボレー追いつくんですけど、そのボレーがストレートやったらって思ったら結構結果も変わってきたんじゃないかなと、思います。次のポイントはフォアボレーでクロスに打ってるんですけど、かなりサイドに寄ってるので全然問題ない場面かなと思います。結果ね、動かずしてポイントを取ることができてますよね。これもう一回見てもらいたいんですけど、逆にね、フォアの逆路に打ったら多分自分がかなり動かないといけなくなってしまいます。この映像見てもらったら全然動いてないですよね。
次はサーブの形からなんですけど、ワイドにサーブを打ってもうワイドに走っていく、こういう形で運動量を落としていくことができますね。運動量が落ちればそれでいいのかっていうわけじゃなくて、運動量を落とすとやっぱりボールを見る時間とか相手を見る時間が増えてくるので、落ち着いて処理することができますよね。その点メリットがあります。じゃあクロスボレーは悪なのかというと、そうではないですね。ただちょっとこのポイント見てください。サーブ打って相手のリターンが沈んできてクロスにボレーします。でクロスに決められると逆突かれる形ですね。これね、ファーストボレーでクロスっていうのは本当にね、リスクもあるんですね。やっぱり相手を走らせる意味ではクロスボレーの方がしっかり走らせられるんでポイント取りやすいっていう部分もありますけど、逆に言うたら自分も走らないといけないし、これ見てもらったら多分オープンスペースがすごく広いんですよ。まあこういう風に考えるのが、まあ、ネットプレイヤーの思考なのかなと、僕的には思ってます。で、まあこのポイントも同じですね。クロスにボレーするんですけど、この場合はしっかりと体勢整った状態でクロスに持っていってるので、まあ、勝率が高い、そういう意味でクロスボレーしてます。このポイントも同じく、ワイドにサーブ打ってオープンスペースが出てるので、まあ、角度もしっかりとつけられる状況だったので持っていったって感じですね。まあ実際ね、こうやってサービスダッシュ縛りで試合とかしてきたんですけど、ファーストボレーストレートにする方が、ショットの難易度も優しいですし、あとはね2球目オープンコートが作りやすいですね。逆にファーストボレークロスに持っていくと、ファーストボレーでね相手走らすことはできるんですけど、2球目結構オープンコート小さく見えるんですよね。その点ファーストボレーをストレートに持っていった方が若干コスパが高いのかなっていう気はしましたね。そんなところですかね。それでは続いてシングルスサービスダッシュのポイントその2、深さより低さを意識する。これね、ボレー苦手な人ほど多いんですけど、結構ボールの深さに固執する人多いんですよね。結果浮いてしまうとか、ラケット振ってしまってガシャルとか、まあ最悪な事態を招くことになるんです。で、僕ネットプレイヤーでも何でもないですけど、僕的にはテニスはネットのどの高さを通すかが大事と思ってて、落下するポイントは2の次なんですよね。まあもうすでにねクリップでねそういうプレーばっかり集めた映像を今流してるんで分かっていただいてると思いますけど、まあ足元沈められたり結構難しいようなショットは全部僕短く低く返すようにしてます。まあドロップかって言われたら、ドロップを狙ってるわけじゃなくて結果ドロップになってるっていう形ですね。これはね、やっぱり相手に低い打点で取らすことによって、まあ、コースの選択肢とかがかなり狭められるんですね。で、なおかつロブが上がってきたとしてもスライスロブになるので十分追いつく、まあ、スピードで、ロブを上げてくれるっていうところですね。このプレーみたいな感じで、なので通す高さっていうのも非常に大事なんですよね。はい、なんかちょっと説明がだんだん雑になってきましたけど、皆さんもねボレーするときに高さをちょっと意識してやることで結構結果が変わってくるかなと思います。それでは最後、シングルスサービスダッシュのポイントその3は、必ずどっちか動けですね。はい、今ねちょっとね悪い例を流してます。僕がファーストボレーしてコースがわからんくなって結果どっちも動けなくなったっていう場面ですね。これ前のサービスダッシュ縛りの動画でも指摘してたんですけど、全然動けてないんですよね。ほんまにどっちも動いてない。はい、何を求めているのかわからない。ここねほぼ動いてなくて、ただ打たれた方向を追っかけてるだけ。僕の頭の中でぐるぐる回ってるのは、万が一ボディに来た時どうしようみたいなこと考えてるんですよ。まあ、確率的に超低いですよね。そんなこと冷静になればわかる話なんですよ。でもねこういう場面になると冷静になれないっていうところがテニスの難しいところですよね。はい、でこれが改善した形。本人どっちか分かってないんですけど、適当に動くことによって当たったらなんかボレーヤーっぽいボレーになるっていうね、全て僕ミス化してましたみたいな雰囲気出てるでしょ。このポイントもすげえボレーヤーっぽいじゃないですか。はい、というわけでね、今回3ポイント上げさせていただきましたけど、1、打った方向による、2、ボールの深さよりも低さを意識する、3、必ずどっちか動く。これをね意識してもらったら、ボレーが苦手な人でもボレーヤーっぽく見えるのでね、まず大事なのはっぽく見せることですから、それがね相手のプレッシャーにもなります。ということで、明日から皆さんがボレーヤーっぽくなることを記念いたしまして、本日の動画終了させていただきます。おつさんぽ。
バイバイ。